カレリア地峡、カレリア地峡、カレリア地峡は、ロシア西北部レニングラード州付近、カレリア地方の地境。西部をフィンランド湾、東部はラドガ湖に挟まれており、南部にはネバ川が走っている。北端をフィンランドのサルパウセルカオネと接しており、北部のこの地域が一番幅が大きい。北部で最も狭いビボルグ沿岸から、 ラドガ湖の間の距離は 45km である。面積はおおよそ1万5000平方 km である。一番狭い地域は南東部になっている。昔はイングリアの北部地域であり、むしろイングリアの北部が地境であるとも言える。この地域は領有国が何度も変わった。フィンランドや北方地域がスウェーデン領であった時代にはこの地域がロズ水国境であり、地境は フィンランドのカレリア地方に組み込まれていた。その後大北方戦争で1712年にロシアツァーリ国が占領し、1721年にロシア帝国の成立によってカレリア地境は正式にロシア領となった。そして1809年にはロシア創始下のフィンランド大公国の一部となった。その後、ロシアで十月革命が起こると、その混乱の中フィンランドは、 独立し、カレリア地況はソビエト連邦からフィンランドに譲渡された。しかしこの後にソ連はこの地況の領有を求め、冬戦争でフィンランドがソ連に譲渡。束の間の平和の後で継続戦争初期にフィンランドが地況を取り返したものの、敗戦を経てこの地況はソ連領になった。戦後はサンクトペテルブルク以外の地況を分け、 カレロフィンソビエット社会主義共和国の一部にした。2002年全ロシア国勢調査では、カレリア地境に住む住民は53万9000人とされる。サンクトペテルブルクの住民は休暇に地況に訪れる。カレリア地境の地形は、最終表記の氷河作用に大きな影響を受けている。最高地点は、レンボロコー地のモレーンの近郊で、海抜205メートルである。 地境には山はないが、急峻な陸がいくつか見られる。地境で最大の川は、ブオクシ川、ブオクサ川である。フィンランドのサイマー湖から南東に向けラドガ湖に流れ込んでおり、地境を二つの地域に隔てている。1856年にはサイマー運河が建設され、サイマー湖とビボルグ湾の間を結んでいる。カレリア地境は、 スカンディナビアとロシアの大河の自然境界になっている。植物地理学的には全北植物区、アカンタイ植物区であり、中央ヨーロッパ植物区、東部ヨーロッパ植物区、北部ヨーロッパ植物区の接点になっている。湖が非常に多く多くの湖の近くは、草の少ない荒れ地であり、水苔の生えた、泥炭地となっている。沼地も、 領域の5.5%程度を占める面積になっている。沼地は地境南東のラドガ湖沿岸にまとまっており、米炭地はもう少し多くの場所で見られる。ネバ川近郊は水をさばいた低地となっている。土地はポドソルになっており、巨歴が固まっている。特に北部や北西部ではその傾向が強く、大きな河口岩が露出している。地境はヨーロッパ赤松、欧州東非。 ヨーロッパ白バ等の森で覆われている。森林はおおよそ1万1700平方キロメートルを覆っており、これは地境の3分の4程度にあたる。構成としては、松の森が51%と最も多く、ついで頭皮の森が29%、カバの森が16%程度になっている。その他にも、ノルウェー海で、グレーアルダー、山ならし、ヨーロッパなら冬、冬イ大ュ。 柳類、ニレ類なども生えている。また、それぞれの森ごとに植生が少しずつ違う。松の森では、カルーナ、ガンコーラン、西洋ネズ、コケモモ、ワラビ、コメススキやトナカイスゲトウイネカの植物等の草が生え、五三角水ゴケ、多様な花ゴケなどコケ類がよく見られる。頭皮の森では、コミヤマカタバミ、西洋スノキ、コケモモ、 米すすきややトナカイスゲ等のイネカ植物等の草植物が生え、コケでは、などのコケ類がよく見られる。カバの森では、西洋夏雪草、コミヤマカタバミ、西洋スノキ、ノガリアスや、その大ネカの植物がよく見られる。カレリア地境では1,184種のイカンタバ植物が確認されている。また、キタリス、ヘラジカ、アカギツネ、ユキウサギ、 イノシシなどが多く生息している。年間平均降水量は年に650から800ミリメートルであり、長い冬に多くの雪が降る。冬は11月から4月中旬まで続き、最低気温は低接し40度に達することもある。夏は短く、非常に涼しく、霜の降りない日は少ない。サンクトペテルブルクの近郊では、フィンランド湾の海流の影響で、 冬の厳しさは若干柔らぐが、その代わりに長く続く。地境の大都市、ビボルグとプリオゼルスクはいずれも北西部に固まっている。カレリア地境は高楽によく、ハイキング、サイクリング、スキー、ロッククライミング、カヌー、釣り、キノコ狩りのいちご積み等が行われる。これらの休暇観光は19世紀からサンクトペテルブルクの住民に人気である。スキーは、 コロビツのカフゴロボが有名であり、ロッククライミングではクズネチノエ近郊、カルーはロセボ近郊が有名である。魚釣りでは多くの人が捕まえた魚を調理して楽しむ。川ではコイダイ、ノーザンパイク、ローチ、ヨーロピアンパーチ、アセリナ、イソアイナメ等が釣れる。キノコ狩りでは山鳥竹、赤江のキンチャ山井口、山井口、サウイーラスベリアギアタス、ヌメリー口、 アンズタケ類、ラクテリアスリーシマス、カラハツタケ、ウグイスチャチチタケ、アカハツタケ、アカチチタケ、ベニタケ類などが取れる。のイチゴつまみでは、ビルベリー、ラズベリー、エゾヘビイチゴ、コケモモ、クランベリー、ホロムイチゴ、クロマメノキ、ルブスサクサティリス等を摘むことができる。カレリア地況は非常に豊かといえる。交通には、フィンランドスキー鉄道駅が役立っている。 サンクトペテルブルクビボルグ間、サンクトペテルブルクプリオゼルスク間の鉄道沿いに別荘を持つ人も多い。カレリア共和国とビボルグスキー県から西に20から 35km 伸びるビボルグハイトラ鉄道が通っている。ビボルグ湾とその島々から伸びており、厳密には国境警備地域を通り、ラドガ湖、ハイトラに伸びている。1993年から2006年にかけては、 国境警備区は 5km の幅であり、鉄道線はこの幅の中に入っていた。ロシア連邦保安庁によって発行された通行許可証がなければこの地域を訪れることはできなかった。地質学上、カレリア地境はバルトタテ城地の岩底の南端に位置している。地境の中央部の一部は14000年ほど前に最終表記、 の終焉期の氷河作用によってできたと考えられており、この時周囲の氷床にせき止められた大型湖の底が形成されたと考えられている。での氷河作用はバルト海の早期高水以海を作った。地境の土地の隆起は周辺で続き巨大な島と多くの湖を形成した。紀元前12,650年頃、厳しい北極環境によって特徴づけられ、 永久島土層とまばらな植生が生まれた。その後、ステップツンドラになりこの土地は徐々に変えられていった。紀元前一万千年頃、気候の温暖化と湿度上昇が始まり、松や頭皮が生えるようになっていった。紀元前九千年頃まで、バルト海はその全域がアンキュルス湖という巨大な湖であったが、アンキュルス湖が北海とつながり、バルト海に変わり、 多くの低地の湖は氷河によって削られたくぼみに孤立した。また、ラドガ湖も単一の湖として分かたれた。陸の隆起によって、紀元前5000年になると新しくできたサイマー湖の水流出部が奥市川となり、ラドガ湖に流れるようになった。ラドガ湖が限界を越えると、水は低地の湖や部奥市川周辺に流れ込むようになり、さらに、ラドガ湖の水は、 平洋気近郊で溢れ出しイボルグ近郊へ流れ出すようになった。さらに、紀元前3100から2400年頃になると、ラドガ湖からビボルグに流れていたネバ川は、バルト海へと注ぎ込むようになった。ラドガ湖の水位は徐々に徐々に15メートルから18メートルほど下がったとされ、現在は海面水位から4から5メートルの高さである。 水位が下がることによって、地境の湖はさらに細切れになっていった。しかしながら、ブオクシ川は未だビボルグ湾とのつながりを保つ重要な地域であり、紀元前十二世紀までは湖となっていたと考えられる。湖のつながりは続く陸地の流域で一世紀頃までにはなくなったとされている。1818 18年、スバント湖、現在のカラ、ラドガ湖に向けて、 水を流す予定で運河を掘った。しかし、運河が意図せず侵食されて、タイパレン予期に流れ込み、現在のになっている。タイパレン予期には、スバントコの水が注ぎ込み、スバントコでは水位が7メートル下がった。もともと、スバントコの水は、日比にえみ水道を通ってブロックし、川側に入れ込んでいったが、この結果によって水路は干上がった。1857年。 日上がった後に運河を掘った。そうすると、流れは、ブオクシ川から、スバントコに逆流し始め、急流となり、キビニエミ水道は、航行不可能になってしまった。1857年まで、スバントコとタイパレーン沖は、ブオクシ川の南部の小さい入り江になっていた。しかし、運河を掘った結果、ラドウガ湖に、水が流れ込み、北部の入江やプリオゼルスクあたりでは、 水位が4メートル上昇した。また、それぞれが別の流域として独立した。車線の右はフィンランド5表記、ビボルグやプリオゼルスク、ラドガ湖のコネベット島の境界などとは違い、19世紀の遅くから多くの古代の跡がこの地域に見つかるようになった。いくつもの中石器時代、新石器時代、同期時代、青銅時代の古代の遺物が地球全体に残っている。 カレリアの東部では中世の建物が特に多い。この辺りには10世紀から15世紀にかけてのブオク氏のイリエの北部やプリオゼルスキー近郊でカレリア人の墓が多く見られ金属片や陶器片も発掘される。スホドロスコイエ湖の南岸では小さないくつもの墓糞が見つかっている。多くの大きい儀式石も見つかっており、ところどころにケアンも見つかる。 いくつかの田舎の集落の残余物にも石の儀式的遺構が見つかる。チブリ村の近郊の北部ブオク市の入江でも発掘作業が行われている。いくつかの銀の装飾品の他中世のアラビアやヨーロッパの硬貨も見つかる。これらのものが見つかる背景には、当時ブオク市側はビボルグ湾に注いでおり、ボルガ川を航路に使い、スカンディナビアと東ローマ帝国を結ぶ。 商業圏の中にあったからだと考えられている。フィンランド人の祖先はカレリア地境に紀元前8500年くらいから住み着き始めたのではないかと言われている。11世紀、スウェーデンとノブゴロド共和国はフィンランドの領域で領有合戦を始めた。1323年には二国のセストラ川、ボルチャ川を挟んだ国境にノーテブルクの街ができた。 17世紀、スウェーデンは地境とイングリアを領有するようになる。この時、西教とカレリア人の多くはトベりに移動して行った。この時代は、スウェーデン・フィンランドの一部として、フィンランドが拡大した時代でもあったバルト帝国。1700年から1721年まで、ロシアとスウェーデンの間に大北方戦争が起こると、ロシアはイングリアを奪取し、その領土とした。 ロシアは地境の南端部、スウェーデンのニエンス間の町があったあたりに、サンクトペテルブルクの町を作り、首都にした1712年。1812年、地境の北西半分は1809年には、ロシアの属国であるフィンランド大公国の一部となった。その地形と気候によって釣りなどに良い環境であり、サンクトペテルブルクとの近さとも、 相まって、カレリア地境はフィンランドで最も豊かな地であった。産業革命が起こると、1870年に、サンクトペテルブルクビボルグリー・ヒマキまでの鉄道が、引かれ、1893年には、ビボルグハイトラソルタバラに、さらに1917年には、サンクトペテルブルクケックスホルムハイトラ間に、鉄道線が引かれ、経済発展に大きく役立った。19世紀に入ると、 サンクトペテルブルクビボルグ間の鉄道は観光のに、サンクトペテルブルクの住人たちが使うようになった。フィンランドが1917年に独立を宣言すると、サンクトペテルブルク以北の地境の多くは、フィンランド領になった。特にビープリはフィンランド第二の都市であった。イングリアに住んでいたフィンランド人たちは依然としてこの地域に執着を持っており、このため、イングリアのフィンランド人は、 共産主義になったロシアから分離しようとした。しかし、1920年の終わりに結ばれたタルト条約でこの地域は再びロシアへの帰属が決まった。1928年から1939年の間、地境の一部はロシアに属し、クイバイシチョカツクに組み入れられ、ソ連の自治区政策によってフィンランド語も公式言語となっていた。しかし1936年に、 フィンランド国境沿いのバルケアサーリ、レンパーラ、ブオレ、ミックライネンでは、フィンランド人はフィンランドへと強制送還された。第二次世界大戦前や、ソカオル関係が冷却化する中でフィンランドは、カレリア地を防衛のようとして、マンネルハイム戦を築いていた。1939年、ソ連は、マイニラ砲撃を行い、フィンランドに侵略を開始した。 これは冬戦争として知られるが、この地境を超えるために、ソ連軍は多量の出血を強いられた。1940年2月まで、ソ連軍はマンネルハイム戦の攻略に手間取り、兵力を多大に継ぎ込んだ。フィンランドは冬戦争の講和条約、3月12日、モスクワ講和条約でカレリア地境をソ連に譲渡した。 この条約によって兵士はもちろん一般人もこの地境を追い出され42万人のカレリア在住の人々がフィンランドへ移住していったというソ連に併合された後は最高会議の決定によってカレロフィン共和国の一部となったカンネル・ヤルビ、コイビスト、ラウツ、テリー・ヨキなどの都市はレニングラード州に再編された戦間期にフィンランドはナチスドイツと接近し ドイツとの関係を深めていった。1941年になると、ドイツ軍がバルバロッサ作戦を決行し、フィンランドが国内に駐留させていた、ドイツもソ連に侵攻。これに対しフィンランド領内でソ連が爆撃し、継続戦争が始まった。フィンランド軍は失った地境をあっという間に取り戻し、冬戦争前の国境までたどり着き、地境の再占領を果たした。これは、 間接的にレニングラード包囲戦に貢献することになった。この再戦領時期に26万ものカレーリアに住んでいたフィンランド人が戻ってきたという。この戦線の膠着の中、地境に要塞戦が築かれ、フィンランド軍は守望衛戦、VT 戦、VKT 戦などの要塞戦を築き後のソ連との戦いに備えた。1944年、ソ連は ドイツ軍との形勢を逆転し、フィンランドに対してもボボルグ攻勢で攻撃を始めた。ソ連軍の計画的で冬戦争よりも巧妙な攻撃によって、フィンランド軍がこの地に築いた、守望衛戦、VT 戦は、あっという間に陥落し、たった10日でビボルグが陥落した。カレリア地境に戻っていた、フィンランド人も再度フィンランド移住せざるを得なかった。この後の戦闘、 カリーハンタラの戦いでは、湖の多い地境の独特の特性から、ソ連軍は兵力を気候手団が通れる一箇所に集中させ、これがフィンランド軍の一大抵抗を生み、ソ連軍は大損害をこむった。また、地境は狭かったため、ソ連軍が圧倒的物量で戦線を襲うにも押し切ることができなかった。地況の北西にある1940年の国境から4 0トルの ブオクシカは近郊で戦線は到着した。1944年9月19日にモスクワ急戦条約で戦争は終わり、戦闘でソ連が取り戻せなかった部分についても再びソイトのものになった。カレリア地境の占領後、地境は再度レニングラード地区に組み込まれた。国境線は1947年のパリ、講和条約で確定した。 戦争の結果、カレリア地境に住んでいた住民たちはほとんどすべてが新しいものになった。戦後、地境はレニングラード州に含まれるようになり、多くのロシア人が移住してきた。古いフィンランド語の地名も1948年、頃に取り替えられ、ロシア語の地名に変わっていった。フィンランド語地名の土地は、地境北部のカレロフィン共和国に残った。その後ソ連は地境に、 要塞線、行線を構築し、防衛に役立てた。ソ連時代には、若者のキャンプに非常に良い地となった。現在でもそれは変わっていない。カレリア地境のソベトロ家には32メートルの電波望遠鏡が1998年に完成した。西部カレリア地境は重要な交通回廊は、スカンディナビア方面とロシアを結んでいる。バルトパイプラインシステムの通るプリモルスクは、 最近ロシアの海洋交易の最も重要な港湾の一つなっている。地境では E18 道路スカンディナビア道路が通っており、サンクトペテルブルクからビボルグ、バーリマーに通じている。サイマー運河はフィンランド湾とフィンランドの湖畔をつなぐ重要な運河になっている。カレリア地境は多くの鉄道が走っている。この鉄道は サンクトペテルブルクのラドジスキー駅とフィンランドスキー駅から発着する。その他、以下のような路線が地境を通っている。製紙業、木材産業にがビボルグスキーやプリオゼルスクで開発されている。パルプ工場やコシパルプ化工場がスベトゴルスクにある。他、パルプ工場がビボルグに、家具工場、木材工場がプリオゼルスキーにある。しかし、 製紙工業は環境に悪影響を及ぼしている。プリオゼルスクでは1931年頃にラドガ後半に安易に建設された汚染のひどい工場は1986年に停止された。北部と西部の地境では三陰石が重要な産業となっており、ビボルグハイトラの鉄道沿線に多く見られる。ビボルグ造船は北西ロシアで最大の造船会社になっている。 ペルボマイスコイへのロスカーバッテリー農園はこの地域に、鶏肉や卵を供給する大手会社である。ブセボロズスキー地区では、国営のモロゾフ工場があり、絵の具、接着剤、研磨剤、その他の製品を製作している。サンクトペテルブルクハイトラ鉄道から遠くない、クズモロブスキーは、サンクトペテルブルクの原子力企業イゾトフの工場があり、これは、 核燃料などの製品と放射能廃棄物の運搬に特化している。ブセボロジスキー地区のラドガ湖畔の沼地、ネバ川などは燃料になるデータンの供給地になっている。現在ではこれらは農業用の目的のために生産されており、産出量は下がっている。この地域では砂の供給も重要である。その他、フォード社のフォードフォーカスの生産工場がブセボロジスキー。 で2002年から稼働している。カレリア地境は、レニングラード軍管区である。地境では、レワショボ、プリビロボ、クロモボ島に、中心的な空軍基地がある。その他の空軍基地は、ベスチェーボ、カシモボに設置されている。昔フィンランド国境があった北部のブセボロジスキー、地区では、カレリア要塞地区が設置されている。これは1960年代に再建されたが、 現在では放置されている。1913年に建設されたボボチンスキー戦車射撃場が仮面化、キリロブスキーの間に設置されている。1879年に建設されたレジェフスキー砲兵射撃訓練所は、レジェフカデブヤチキの道路、デブヤチキのマトクサ道路、ラドガ後半道路などに囲まれている。 いくつかの軍事工場が、ラドガコとサンクトペテルブルクハイトラ鉄道の間のブセボロジスキー地区にある。2006年からは、潮水平線レーダーがブセボロジスキー地区で建設された。ビソツク港にはバルト艦隊の基地もある。第138防衛自動狙撃手団が仮面下に駐屯しており、第56師団訓練センターがセルトロボにある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。